はい、以上です。今回なんですけれども、ボールパイソンの FH そして WC というところを深掘りしていこうかと思います。そして次回に関しましては、海外 CB 国内 CB というところも深掘りしていこうかと思いますので、まあ初めてねボールパイソンを買ってみようかなとか、さらに知識深めたいなという方は見てもらったらいいかなと思います。というのも Twitter の DM の方で、初めてボールパイソンを買ってみたいんですけれども、もうちょっと深く知りたいっていうね、まあご要望がありましたので、今回ねその企画として深掘りをやっていこうかと思います。ではまず FH の方なんですけれども、 FH っていうのはファームハッチの略語になります。このファームハッチっていうのは、まあざっくりの考え方でいいんですけれども、まあ管理場があって、そこで孵化させた個体っていうことです。でこの管理場っていうのはどこにあるかというと、アフリカ現地ですね。野生のボールパイソンがいるところで、ボールパイソンを売って生活されている方々が、産卵シーズンにメスの個体を自分の管理場とか会社の管理場に持って帰ってきます。そこで産卵をさせて孵化させたのが FH として、まあ世界というかヨーロッパ、アメリカ、日本に輸出されていくっていうような感じでございます。これが FH なので、まあ一定のシーズンにドバッとベビーが出回るっていうのはそういう理由ですね。でこの FH 初めての一匹としてはどうなのかっていうと、まあベビーであれば買わん方がいいよと思います。 FH に関しては餌付いていても僕はおすすめはできないからと思います。ただしおすすめっていうか、これならいいんじゃないかっていう FH のパターンはあって、それは1年2年飼い込まれてる個体、冷凍マウスや冷凍ラットで1年から2年飼い込まれている FH っていうのは、まあまあまあまだ輸入したての子よりかは飼いやすいというか、餌付けには苦労しないよねと思います。ただし必ず自分で自発的に冷凍のマウスやラットに飛んできてるのは確認してからお迎えする方がいいと僕は思います。はい、FH ってまあ気難しいというよりかは、結局はワイルドの子供なんですよ。野生個体を管理場に連れてきて卵を産ませて、そこを孵化させたっていうだけですから、まあ言ったら途中で人の手が加わってるからこそ FH っていう表現するだけであって、根本的にワイルドの子供っていうのには何ら変わりはございません。ただこの FH っていうのはここ数年はね多分しんどいんですけど、昔はね選びたい放題で夢のある子がねいっぱいおったんすよ。でもちろん海外ではね有名ではないものの、日本で固定化されたモルフっていうのが一部存在します。そういうのは FH で入ってきた子とかワイルドで入ってきた子からおかしいなと思ってね、こう購入された方がブリードして結果を出されてるっていうところなんですけれども、そういう夢が FH はあったりしました。今はちょっと難しいかなと思いますね。まあ海外の方たちがねこぞって狙ってはいるんで、そういうところ難しいんですけれども、まあ夢がある個体っていうのはあります。まあリンガーがね出てる個体とかね一時あったりしましたし、結構懐かしいなと思いながら FH の時期っていうのは僕は最近過ごしてます。その FH っていうのは夢もあって面白いんですけれども、非常に難しい、気難しい個体と思ったってください。なので初めてで購入するのはおすすめはしません。はい、全くできないです。じゃあ次 WC いきます。 WC に関してはうち個体いますので、その個体をね見ながらご説明聞いてもらえたらいいなと思うんですけれども、この WC っていうのはワイルド個体、いわゆる野生個体です。先ほどのファームハッチと違うところっていうのは、野生で取ってきた個体をそのまま販売しちゃいって言って輸出しちゃうパターンですね。これが野生個体の WC っていうことになります。まあもちろんね野生個体なので、冷凍マウス、冷凍ラット入ってきた当初っていうのは全く食べません。じゃあいつ食べんのって言われたら、これも分かりません。その子次第ですし、飼育者の技術になってきますので非常に難しいです。ただ FH と違うところは、やや育ったサイズ 400g、500g、 まあ重くても1キロぐらいの個体が入ってくることがあります。なのでブリーディングで言ったら即ブリ可能のメスが入ってきたりだとか、オスで言ったらもうプラグっていういわゆる精子ですねを出す子が入ってきたりはしますね。まあ餌付かせるまでに時間がねむちゃくちゃかかる子もいますし、まあ今日アシスト矯正をしてたらすんなり食べたっていう子も中にはいるでしょうし、基本的には長期間人間が補助をして胃の中にねマウスとかラットを入れなあかんっていう期間があると思っていただいた方がいいです。まあ生きたマウスラット使えるなら早く餌付くかもしれないですけど、ほんまに技術いります。これはいります。なので初めての一匹としてはこれは絶対にお勧めできません。ワイルドのボールパイソンも初めての一匹はやめた方がいいです。ただ、まあ、FH と同じように例外はあって、まあ、2、3年飼い込まれていてずっと餌付いて食べてるよ、冷凍マウス食べてるよっていうのであればありかなとは思うんですけれども、基本的にメスとかであれば
あのブリーダーさんはもう出さないんで、ノーマルのメスでも繁殖使えるんでね、出さないんで、基本的には出回ることはないかなと。オスはもしかしたら買い取りとか下取りで出回ることはあるかもしれないです。ただあくまでもそれはオスですからね。大きいのが欲しい人はメスを選ぶべきって考えたら、まあ出回らんかなと思います。はい、てな感じでね、まあ何が難しいってそういうところなんですけれども、あとは WC で言ったら、まあワイルド個体なんで寄生虫とかダニをねつけてくる可能性が高いですよっていうところですね。そこを気をつけてもらいたいかなと思います。だからうちでもこの WC っていうのは一時足柄入れて、まあ自分の匂いつけるっていう行動をさせましたけれども、まあある程度慣れてきたなと思った時点でこのようにペットシーツでの飼育にしてます。まあダニを持っていた場合、まあダニがねシーツにつくんで分かりやすい、まあ黒いダニなんですよ、向こうから来るのって。で分かりやすいので、そういうことを考えて、まあ一応ペットシーツで1年以上は管理しようかなっていう感じで様子見立ってます。あとはやっぱり野生個体なんで何の菌を持ってるかわからないっていうこともあって、うちはやっぱり基本的に海外 CB 国内 CB の個体しかいないですから、まあメンテナンスの順番っていうのは一番最後にワイルドを触るっていう風にやっております。これはまあ鉄則かなという感じですかね。そこは何の病原菌持ってるかわかんないんで、そこが怖いよねっていうところですしね。うん、まあそれに関しては FH を飼う方でも一緒でいいかなと思いますね。まあ FH とはいえど一匹一匹ちゃんと管理されてくるわけでもなく、やっぱり孵化したらこう一気にまとめられたりしちゃうんで、どこでどういう菌がついたりとか、ダニを持ってるとか、もともとそういう病原菌を持ってるような個体たちっていうのかわかんないんで、まあ仮にですけれども複数匹飼育されている方が FH ワイルドを手を出したとしても、まあ掃除とかメンテナンスは最後後回しですね。基本的に CB からやったってください。 WC や FH のメンテナンスは最後っていうのが基本かなとは僕は思っております。まあざっくりお話ししましたけれども、こんなもんかなと思います。はい、 WC、まあ、いわゆるワイルド、まあ、出回る時って本当にね少ないですし、ある程度育ったサイズなんで安心サイズやってね思うかもしれないんですけど、マジで気をつけてください。まあ、ただただワイルドでそのサイズが取れたから送られてきてる、ただそれだけなので、そのえずいてるとかに保証全くないです。うん、何かね他にもうちょっと深く聞きたかったよっていうのがあればコメント欄に入れてもらったらいいと思うんですけれども、まあこんなもんかなって思うんですよね。まあ、僕の感覚的にはほんまに初めての一匹っていうのを FH も WC もやめときなさいって、ただそれだけですね。まあ、行くなら CB にしときなさいっていうところです。そしてね、最初に言ったように次回 CB でも海外 CB がいいのか国内 CB がいいのかってところですよね。そこの話もしていこうかと思います。まあ、ただ言えるのは WC の餌付けをできるっていうねスキルや技術をお持ちの方っていうのは FH は割とすんなり餌付かせることができたりします。そして、まあ、CB 個体のまだ餌付いてない個体とか餌付きが悪いよねって個体を飼っても何ら苦労することはないであろうっていうね、そういう技術は身にはつくんですよ。一応つくんです、つくんですけど、だからといってそこにね最初の1匹でチョイスするのはやめた方がいいと思います。結構ねアシストも矯正も神経使いますし、うん、簡単ではないです。慣れるまですごく大変です。特に WC はね大きい個体で来るんで筋力も発達してますから慣れないと難しいので、 FH はベビーなんですんなりできるように思いますけれども、小さいからこそ気を使ってあげなくちゃいけない力加減とかもありますから、まあ、基本的には、うん、初めての1匹では WC にしろ FH にしろやめといた方がいいと僕はお伝えしておきます。ということで今回の動画はねこれで終わっていこうと思います。次回は国内 CB そして海外 CB の深掘り動画となります。そしてぜひね Twitter、Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして何かねご要望がある方は DM の方に送っていただければいいかなと思います。ではまた。